南側は、群馬県藤岡市三波川を流れる利根川水系の一級河川である。流域は、全域が、群馬県藤岡市に含まれる。東三かぼ山の登録に源を発し、投流する。東三かぼ山から伸びる二つの尾根からの水を集め、下久保ダムの調整ダムである、神水ダムの延定直下で神奈川と合流する。上流部は主に山林であり、 杉の人工林と落葉紅葉樹林からなる。主に深い渓谷からなり、妹が谷不動の滝をはじめ、落差数メートル程度の滝が見られる。ところどころやや平坦になり、数個十数個程度の集落と二十歳が開ける。桜山の上り口のあたりから中流部となる。中流部から下流部では河川自体は深い渓谷の下を流れる。周辺の植生は杉林。 落葉紅葉樹林に加え、商用樹林が見られるようになる。崖の上は比較的平坦に広がるようになり、二十歳やみかんの果樹園として利用され、一部に水田も見られるようになる。また、浸水公園として、小平河川公園が整備され、水遊びやバーベキューを楽しむことができる。南側は白亜紀の海底堆積物が、 編成作用を受けた南側編成体の模式地となっており、緑色の編成岩である南石を産出する。昭和中頃まで庭石として採取されたため、河川環境が破壊された。1993年以降三波川に石を戻す。貝の手により石が戻され、徐々に山芽などが生息する環境が回復しつつある。ありがとうございます。